フォープレミアリーグで活躍した選手、ラリーガでは通用しなかったう。リーガからプレミア、イサク、32試合6ゴール2アシストから、17試合10ゴール1アシスト。腕を、31試合4ゴール6アシストから、33試合15ゴール7アシスト。プレミアからリーガ、トラオレ、37試合4ゴール9アシストから、11試合0ゴール2アシスト。コーチ、31試合13ゴール7アシストから、34試合5ゴール2アシスト。アザール、37試合16ゴール15アシストから、18試合1ゴール2アシスト。アタッカー天国のクソガバリーグで勘違いしちゃったね。すまんこれ消してくれるか？スペインからプレミアは成功した有望な若手。プレミアからリーガは失敗したおっさん。比較対象が水滴すぎ。公平に見るならレアル対しての試合を見れば、どちらが優れているか明白。1クラブと1クラブのたった1回2回の試合で比べる方がよほど恣意的だと思うけど、しかも優勝チームと3位になるかもしれない位置にいるチームって、あなたが恣意的に選んだ試合で比較するよりマシやんけ。まあ平和に CL のリーグポイントでええか。プレミアの勝ちやね。プレミアの試合見てたらわかるけど守備ゴミすぎやもん。あんなスペースガバガバなチームが集まってるリーグなかなかない。だからシティが今ともに国際タイトル取れないんやろうな。イサクってあの久保と同時期におったイサクか。あのレベルで無双できるリーグしょぼすぎやろ。久保もユナイテッドに無双しとったし、ガチでガバガバなんや。久保止めてたのは風見ろだけやった。プレミア弱、